池原以前は大韓民国ソウル特別市出身の女子サッカー選手。FAWSL のチェルシー FC ウィメン所属。ポジションはフォワード、ミッドフィルダー。韓国では女、メッシの異名を持つ。佐藤門小学校2年次在学中にサッカーを始める。同小学校には男子サッカー部しかなかったため、男子選手に混じってサッカーに打ち込んだ。 2003年に青切州集中学校に入学。同中学に入学するため、佐門小学校から別の小学校へ転校している。青切州集中学校在籍中に、同校女子サッカー部の60連勝という記録に貢献した。2006年に東山情報産業高等学校に進学して、同校女子サッカー部に入部。同年10月に開催された。 ピースクイーンカップに出場する韓国代表に選出され、ブラジル代表との試合でフル代表に15歳8ヶ月でデビュー、韓国代表における最年少出場記録を更新した。翌11月には、カタールドーハで開催されたアジア競技大会に出場し、チャイニーズ台北戦で2得点を挙げ、最年少得点記録を更新した。2008年、 U-17 韓国代表の一員として 2008FIFAU-17 女子ワールドカップに出場。首相として望んだ、この大会で4試合に出場し、内ナイジェリア戦、イングランド戦で1得点ずつ上げ、大会ベスト8を経験した。2009年、関陽女子大学に進学して、サッカー部に入部。また韓国代表にも引き続き招集され、同年8月に、 中国で開催された AFCU-19 女子選手権2009では大会準優勝を経験したほか4得点を挙げて大会得点王となった。またセルビアベオグラードにて開催されたユニバーシアードにも韓国代表の一員として出場し同国初の世界選手権優勝に貢献したほか大会最優秀選手に選出された。2010年 2010 FIFAU-20 女子ワールドカップに出場しスイス戦でハットトリックを達成した。これは各カテゴリーの男女韓国代表において初の FIFA 開催大会におけるハットトリックとなった。同大会では通算8得点を挙げて3位入賞に貢献しシルバーボールおよびシルバーシューズを獲得した。同年12月。 マネージメント担当企業より、ビナック神戸レオネッサと契約した旨が発表され、同月14日に、クオン・ウンソムと共に入団した。2010年2011年と2年連続で、大韓サッカー協会技術委員と、新聞記者の投票による韓国最優秀選手、プレイヤー・オブ・イヤー女子部門を受賞している。2013年シーズン終了をもって、契約満了により退団。 2014年1月、イングランド女子一部、FA、WSL のチェルシー LFC に入団。移籍1年目は19試合で9ゴールの活躍で、FA、WSL の年間最優秀選手に選出された。2015年4月、2015PF 女子年間、最優秀選手に選出された。ありがとうございます。